カズレーザーは事故物件に住んでいて、畳に亡くなった方の跡がついていた。大学時代に目立ちすぎて、赤い人の前集合と待ち合わせ場所にされた。外に干している洗濯物が全て赤色のため家バレした。妹と会う時だけは恥ずかしがられるので黒い服を着るようにしている。カズレーザーはバイセクシャルで、冬は男が好きで夏は女が好き、服装自由と書いてあったので、バンダイの就職説明会で金髪に全身赤色の服で出席した。当時の2ちゃんの就職版で、シャーじゃねとさらされた。